けトークラジオ。はい、あっという間に第15回目バスケトークラジオを始めさせていただきたいと思います。先日娘がバスケットを始めたばかりなのになぜかウクレレを始めました。岸です。潮干狩りで首の皮めくれてます友と。夏が好きです。愛です。夏が好きななっちゃんかと思った。愛ちゃんなんですね今日は。いらっしゃい。かぶってるんですよ。かぶってるんですか。おー、こんばんは。こんばんは。元気ですか。元気です。あれからどうですか腰は。腰の調子はどうですか。入れ腰出たで申し訳ないですけど、全然順調です。大丈夫ですか。大丈夫です。そんな座り方しとったらあかんの違うの。何ポジやったっけ。楽ポジだ。楽ポジ。楽ポジなのそれ。楽ポジ先からいろいろポジションにこうちゃんと変えて、はあはあはあ、ポジション取り大事だから ね。バスケットの基本です。そうですよ。大丈夫です。見てください、この基本を。あ、それ基本なんですね。お見せしたいけどなかなか見せれないのがちょっと残念なんですけど、今日はねちょっとフリートーク、はい、久しぶりにね3人揃ってますね。そうなんです。2ヶ月フリートークラジオ。そう、2ヶ月ぶりに。2ヶ月も空いたんですね。ダメですよ。なかなか長い。そうですよ。旅に出てました。キスさんとね僕は、うん、まあ、よく一緒におる時間は結構あるんですけど、はい、2人とも喋らんでいいタイプの人間なんです。そうなんです。それ最初の頃に伺いましたね。そうそう。なんで2人でおるとまあ会話をする方が脳みそ使うんです、逆に。それは別に黙った沈黙でも大丈夫。大丈夫。そうそう、例えば岸さんタバコ吸ってる、僕本読んでる。あ、そんな感じ。本読んでる。試合会場に行く時なんてね、知らん後輩が乗ったらなんかお二人なんか仲悪いの。仲悪いのぐらい。あ、でもそれはちょっとした素敵なカップルの素敵な条件じゃないですか。そうなんです。そうなんですか。そうなんですか。沈黙でも。そうですね。だからまあ後輩の僕が言うもなんなんですけど、気を使わない存在なんです。はい。こことかなとかならないんですね。ならないですね。全くならない。まあ、ただこういうラジオでね喋らないといけないっていう状況に置かれるとまあ辛いっていうのはここ2ヶ月、うん、分かりました。あ、そうなんです。聞いてはる人は多分分からへんよ ね。僕らの普段って楽屋の騎士と友っていうのはね想像つかへんよ ね。後ろ軽妙な、ね、トークをちょっと聞いてましたよ。そうなんです。そうですか。うん。まあ、トモさん軽妙ですよね。僕たどたどしいわ。今修行中です。忘れずに、はい、でも写真忘れずに。そうなんですよ。もちろん写真に戻って頑張ります。うん、よろしくお願いします。お願いします。今日が一からスタートです。そうですよ。しかも今日はねフリートークでいきたいと思います。そう、でもねさりげなくじゃあげていいですか。はい、どうぞ。さっき夏が好きですフリアさん。おっ、ぜひちょっと僕ね、うん、この機会を借りて言いますけど、はい、僕いつも不倫なんですよ。誰も突っ込まへん。僕はね突っ込んでますよ、はいはい、チャリンコを走ったんですかとか、はいはいはい、愛ちゃん星の話とかね、はいはいはい、2ヶ月休みの話とか振りますけど、はい、誰も僕の理事会役員だったことに突っ込まへんでしょ。理事会の話も言わない。いいんですよ、いいんですよ。別に次戦パセントですか。言えばよかったね。はい、私留守にしてる間に決まりました。ありがち、あるある。 あるあるがここで使いました、はい、そうそう。その電話は僕横で聞いてました。なんで岸ですって言ったら、え、この度リリー発覚いたしました。うん、おめでとうございます。近所のおっちゃんから電話かけてまして。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張らせたいと思います。やらせていただきます。はい、決まっちゃいました。で、愛ちゃんは夏が好きですって。なんで夏が好きなの。ちょっとそのこの事前トークのね打ち合わせの時にいいキーワードを聞いて、夏といえば、うん、うん、流しそうめん。ビキニギャル。ブラトップのストークガールズ。振りを流しそうめん。何の字も言うから。違う違う、夏といえばね、うん、キャンプに行きたいなって。あ、おうおう、行きたい行きたいですね。岸さんが言ったから行きたいなって私も思ったんですけど。岸さん行きたいって言いましたか。
リスナーさんがびっくりしてますよ。あいつそんなこと言ってねえぞと。幸せの段階で。そうやんな、収録のポチッとな、録音ボタン押す前にちょっと話してたんですよね。そうそう、でも懐かしい響きと思って、キャンプといえば、ええ、昔家族で行ったし、それから仕事で行ったこともありますけど、もうこの数年とんと行ってない。ああ、そうなんですか。その中、あれ残りのお二人はキッスさんはテント買ったって言うし、はい、トモさんはなんかこの前もテントもらったんですけどね。あ、そうでした、もらったし、はい、トモさんは中洲にテント張った言うし、これは中洲のテントはパイオニアですよね。ちょっとね、感動した。あんなテント。ちょっと語弊。サンシェードね、サンシェード。サンシェードね。これね、まあ、良い子の皆さんは真似したらダメですよ。そうですね。あの日、あんなテンションに聞いても、実は爆笑してましたからね、タクシーが。中洲にテント中洲にテントと。まあ、これをちょっと詳細を言わせてもらう。おお、ちょっと紹介してくださいよ。まあ、潮干狩り行きましてね、私事でありますが、5ヶ月の娘が一人いまして、はい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 、その名も、私も名前が好きなんです、可愛いな。あ、そうですか、ありがとうございます。で、まあ、あとは3歳になる娘と、女の子2人、はい、行きまして、で、まあ、まあ、5ヶ月の娘を今、エキスパート教育してるんですが、あ、アウトドアのね、はい、野生人そっただけ上げようとしてるわけですね。まあ、ただ僕に似て美白なので、ええ、まあ、日焼けだけはちょっとケアしてあげたい。どこが美白なんだよ。奥さんだろ、美白は。まあ、ただの潮干狩りの魅力っていうのは、大人が逆に夢中になる、ね。なる。で、子供はちょっとほったらかしになりがち。石倉にも。そうですね。で、まあ、3歳の子は、まあ、目で追いながら好きなことをさせとけば、まあ、いいんですけどね、うん、5ヶ月は動けないもんですから、これをどうしようかと、で、まあ、潮が引いた時に、中洲ができちゃったので、中洲っていうか引いた時にできるあの陸みたいなでしょ。あそこでしょ、川か思ったの。違うんですか。海ですね。海やばいでしょ。そこにサンシェード立てたれと。で、事前に陸で用意したサンシェードをテコテコ運んでボーン置いたって。あ、軽いからね。いや、それともう一つは、結構たくさんそうやって中洲にサンシェード置く人いるんですか。多分僕がパイオニアになって、まあ来年ぐらいから流行りだすかな。なんか、ね、潮が戻ってくると思ったら、そういう心配とかしそうですけど、はい。まあ、ちょうど行った日が、まあ、そこの潮干狩り情報によると、二重丸の好日和で。お、天候はどうだったんですか。天候ももう、天候もがっつり、はい、雲一つない。海っていいですよね。だから塩を引いてる時間も長かったので、置いたれと、置きまして、え、全然。で、その周りで大人たちがせっせと貝を集めそこに持って帰るというような、鵜飼いの鵜薬をやってましたね。中でお嬢さんは快適に、快適に、はい。ちなみにどこ行きはったんですか。的形、姫路の、ね、的形、あそこが、まあ、今ホットスポットと言いますかね。そうですよね、いい場所で、なかなかここ 2,3 年お世話になってます。僕もね、ゴールデンウィーク娘を連れて的形行ってました。あ、だからね、あの干潟がどんだけ危ないかよく知ってます。あ、それ知ってるからなおさら面白いでしょうね。うん、よかったですよ、的形。いいですよ、はい、ここはね、僕もおすすめ。西方面はありますね。そうですね、姫路の方なんですけど、ね、あれ姫路ギリギリ入ってるぐらいですか。入ったところですね。ねえ、はい、結構神戸から西に向いて、はい、潮干狩りされる方にとっては一番近い、そうですね、ということになるんじゃないですかね。はい、ああ、すみません。で、たくさん巻いてて、あのアサリとか、はい、たくさん巻いてて、でそれをね、掘るんですけど、最初はあの潮干狩りグッズのスコップみたいなのを僕も持ってたんですけど、もう最後は手です。素手で、もうモリモリですね。僕ね、ゴリゴリほじくって、はい、最後、ね、足で、足で分かりましたか。はい、だいぶ研ぎ澄まされてますね。いやいや、一人ね、ふと観察してると、足でこちょこちょやってる方がおられて、あ、なるほど、おっと、なんだあれはと、なんだと、で、見てたら、なんか貝取ってはるんです。足で探して、はい、しかも
潮が引いてるとこじゃなくてまだちょっと海水が残ってるようなところを行ってるわけですよ。はいはいはい、やっぱそこを海水が残ってる場所を掘ると、うん、やっぱり海水ですぐ砂が埋もれてしまう、うん、なんか掘れないんで、はい、おっとあそこには大物がいるのかと思って僕も見よう見まねでやり始めたら、うん、だんだん分かってくるんですね。なるほど、貝の感じ。そうそうそう。でもやっぱりそれ生きてますね。前回のパストラでもちょっとトモさん話してましたけど、やっぱりあの情報量ですよ ね、 そうですね、情報量見ることによってスキルを奪っていくと、はい、そうです、学習力です、うん、バスケにつながりますね、はい、これバスケットブラジル。ただただトモさん、うんうん、第4回か5回ぐらいだと言ってましたけど靴下たくさん履いてるでしょあ、破れてるから。いやいやいや、さすがに僕でも履いてない。履いてなかったですか、はい、履いてたらもうその僕グリグリ言わすためにもうすぐダメになりますから、ね、ダメですか、はい、奥さん怒られますから、ね、あ、なるほどなるほど。なんやこの回割れてるやんただね、それ結構大きいの取れるんですよ。ただそれバカ貝っていう貝でして、まあ食べたら美味しいんですけど砂をよく含んでるんです。あ、そうなんですか。その砂吐きに時間かかったり、その浮いて砂をちゃんと取らないといけないっていう、ちょっと面倒くさい。砂ってどうやって取るんですか。それはバカ貝じゃなくて普通のアサリ。普通のアサリとかは、まあ海で取って家に持ち帰るときはそのまま水に浸さないで、はい、なるべく冷たい状態で持って帰って、なるほど、うん、帰ってまあ貝が重ならない程度に並べ、あ、重なったらあんまり良くないです。そうですね。あ、でそこに海水か食塩水を少し浸す。で塩じゃないわ、砂を吐くの。なるほどなるほど、はい、行きたいね。キャンプね、キャンプ行きたいね。キャンプどうですか。いいですね、行きましょうよ、バストラキャンプ、はい、サクッとこう日にち決めましょうよ、はい、海の旗がいいですね。そこ山中より海の旗がいい。そうやね、海がいい、海がいい。で、ちかひろさんも読んで、いかに暑いとこでも大丈夫なの何でしたっけ、シェラフでしたっけ、寝袋、寝袋、寒いとこでもですけど暑いとこじゃなかったですね。寒いと、暑いとこ試していただくと。暑い、夏はやっぱりいらないですか、寝袋は。寝袋はいらないですね。枕になるぐらいですか、まあ、そうですね。マットは大事ですね。マットは大事です、ね、大事ですよね。ちょっと行きましょうよ。そうですね、バストロキャンプ、はいはい、いつにします、いつにします、あ、さん7月にしましょうか、はい、7月のいつにしましょう、7月の何日にしましょう。最初の第1週ぐらいどうですか。あ、いいですね。最初の第1週と言いますと7月の6日7日いいですね。これいいですか、トモさんも。いいですね。あ、じゃあ6日7日で決定即決じゃないですか。はい、即決。すごいすごい。7月6日は土曜日でございます、はい、7月7日七夕の日は日曜日でございます、はい、晴れれば、うん、多分、うん、乙姫様と、はい、誰でした彦星さん、はい、出会いが見せられるっていうことになりますよ ね、 すね、はい、これ行きましょうよ。七夕覚えやすいですね。七夕に行きますよ。七夕の前、ね、前日、はい、6日7日、はい、これで行きましょう。じゃあバストラ七夕ツアーインキャンプ、うん、これ雨天結構雨天結構ですよ、うん、テントがない人はちょっと困りますけど、僕はサンシェード特別に貸してあげます伝説の伝説のサンシェード、はい、うん、貸してあげます、サンシェード。まあ、あと近広さんの隣も空いてると思うんで、うん、近広さんの隣はもうね、今いいですよ、はい、おすすめですよ、近広さんの隣、はいはいはい、どうなんですか。いいと思いますよね。え、もうちょっと難しいところもあるだけやからね、はい、うん、トークがくどいっていうだけですからもうそれさえ我慢していただければ、うん、快適なアウトドア生活を送れる。そうそうそう、そうですよ、ちょっと寝不足になるトーク長いからあ、いいですね、それでいきましょうよ。じゃあ7月6、7ね、はい、来れる人は、PC の方でコメントを入れていただくということにしましょうか、はい、もしくは Facebook の、
岸さんを辿ってもらって僕も参加したいんですけど、はいはいはい、言ってもらえれば、はい、参加資格をちょっとこっちからお送りします、ね、お送りしますので、はいはい、で7月6日に向けてテント買いたい、はい、なんかアドバイスみたいな方がおれば、それも僕が行きたかったもん、ね、この前あの近広さんレンタルしますんで、トモさんじゃないですか、はい、僕が言うか思ったら、はい、そんな得意やな、はい、ぜひ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 皆さんお誘い合わせの上ご参加いただきまして、ね、うん、でいいお酒と、うん、いいと、そやね、外で海がいいな、外で海だったら、ね、時さんの娘のウクレレちゃんが、ウクレレちゃんが、ウクレレちゃんがかき鳴らすよ、うちの娘本当かき鳴らしちゃうの、いいの、寝れねえよウクレレちゃんがかき鳴らし、横で岸さんがちょっと涙してそうな大きなったなあ言うて、それをどこから私がちょっと投射するんで、ね、買わされましたよ、ウクレレ買ったんですか、買わましたよ、ウクレレまあまあするんですね、ウクレレって、うん、びっくりしましたけどね、うん、ケース付きやん、うん、いいな、弾けたらいいですね、うん、いや、アウトドアだけではないですけど、あのブランドでチャムスってあるじゃないですか、はい、チャムスのね、ウクレレのケースとかね、もうさもアウトドア用かみたいなね、はいはいはい、あんなケースとか売っててね、もうそうですね、これ欲しい、これ欲しい、お目が高いですね、あのギターケースもありますからね、あれ、あ、そうなの、はい、バカ野郎と言ってやりましたよ高すぎんだよとでも、パパ買っちゃったの、いや、それはね、買いませんでした、あ、そうか、うん、まずは弾けるようになって、父さんにあれを聞かせれば、うん、買ってあげるよって言って、うん、ちょっと曲をちょっと、うん、課題を与えた、あ、課題を与えまして、それは教えてくれないんですか、うん、これはまだ、まだまだです、あいつまだ1年ぐらいかかると思うんですよ、そうです、そこまで続けれたらやってもいいけど、うん、買ってやってもいいけど、うん、もうそのまま続けられへんとか、この曲すら弾かれへんってなるんやったら、うん、もうお前バスケットしかするなという話でございますよ、そうですか、はい、楽しみですね、じゃあね、7月にやっぱ来てくれるのかな、うん、そうですね、まあこれからキャンプ場の選別と、そうです ね、 ですね、場所どこの辺り、何がいいですかね、まあその参加メンバーの顔ぶれとかね、お子さんがおるならば、うん、みたいなも、そうですよね、考慮しつつ決めれたらいいんちゃうかなと、そうですよね、僕は四国おすすめなんですけどね、ちょっと考えておいてくださいよ、そうですね、四国とか淡路島とかいいですね、あの、あっちの方向に、四国って川が海どっちがいいの、海かな、そう、まあ潮べったくなりたくないんやったら川がいいですが、まあ川は川で危険なとこたくさんありますね、慣れてない人が行くと危険です、あ、そうですか、そういうタイプですね、慣れてなくてはしゃいで水とか結構いつも思うで、自分だったらちょっとはしゃぎすぎやなって思うある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 んすか、あります、海とか行くと釣れると思うんですよ、これははしゃぎすぎてるなって、そんな泳ぐ得意じゃないんですけど、うん、かなり気づいたら遠くまで泳いでしまったりして、あ、一緒に行ったり行ったりって、おーい、戻ってこいって言われるまで泳ぐ、そうね、そんな人いますよね、僕の友達もね、日焼けの仕方が下手な子がね、いるんですよ、あれ毎年毎年で、ね、同じミスして火傷に近い日焼けをする子がいるんで、僕の友達もいるんですよ偶然ですね、友さん、それは共通の友達には、ね、え、まさか、え、まさか、まさか、え、かわちゃん、え、かわちゃんですか僕もなんですよ、かわちゃんの日焼けってひどいですよね、ひどいんですよ、男性の方、彼全然学習しないですね、彼これね、うん、ずっとですね、ちょっと塗ってあげたらいいじゃないですか、日焼けでかわちゃん、いや、ちょっと楽しみなんですよ、うん、また今年もやりよるぞどんななるんやろうみたいなね、そっちか、酔ってんのか、泣けてんのか、どっちがってまだ色白の子なんでね、またこれが痛々しく、キーさん焼けましたってね、やってまいりました、言ってるだろっていう何回やってんだよ、いい人じゃないですかね、それをさって笑って言ってる、いい人ですよ、日焼けとか分かんない、アイちゃんに紹介したいね、アイちゃん知ってんのかな、あ、まあどうやろ、なんとおっしゃるんだろう、川ちゃん、川ちゃん、得意の方ですか、はい、知らないですね、
あら、そうだね。今朝の年を年で言うとどのぐらい？僕の3つ下です。入れ替わりの高校の下。僕は大学1回の時に高校1年生。まあ僕とは同級生なんですけど。トモさんと一緒ですね。そうですか、トモさんと同級生。まだ会ったことない。そうですね。見たら分かるかもね。そうかもそうかも。どこで見たことあるかもしれない。そうなんですよ。かわちゃんな。懐かしいな。やけ。最近会ってないからほんま懐かしい。あ、そうですか。はい。もうつい最近電話ぐらいですかね。母ちゃん、タイヤ頼むわ。車屋さんなんですね、彼。そうです、ちょっとタイヤを頼んだことありました。それ以来ですね。元気してるんかな、母ちゃん。ぜひ参戦してほしいですよね。そうですね。最悪集まらなかったら、ほんまバストラメンバープラス家族。家族。ですよね。ファミリー会になっちゃう。そうですね、はい、でも空いたソファーもぜひぜひ聞いてもらってね。そうそう、家族家族アローンね。そうそう、空いたソー争奪フォークダンス大会とかね、企画してますから。いいですね、はい、今のちょっと待ったってね。おお、懐かしいね。ちょっと待ったーい、ダイドンデンガイシ。私らの世代、この世代は分かりますね。ここそうですか。ごめんなさいとか言ったらあかんねん。お父さんとか連れてくるのなし。そうです。それは痛いですよね。家族で行ってくれる人は、うん、そうやな。あと重い荷物を持ってくれる男とかはね、ポイント高いですよね。僕の T さんは非力ですから。、うん、ビールより重いのは持てませんからね。そうですよ。ありました。昔はようね、活躍しましたよね。僕らほんま傭兵部隊ね、いっぱいいましたからね。あとね、またバストラの話に戻りますけど、はいはい、今もうシーズン的にね、バスケットめっちゃ暑い時期なんです。高校生、ね、何でしょう、高校生、はい、大学生もですよ、はいはい、西日本学生と、うん、で東日本ちゃうわ、東アジア、東アジアもそうでしたけど、関東学生、あ、そう、ね、はい、このゲームもあったり、今はねちょうど関東では新人戦行われてる時期なんですよ、うん、ですからね結構暑い時期バスケット、はいはい、なので、僕らもちょっと観戦取材できる限り ね行きたいなと思ってるんで、はい、もしね僕らを見つけてくれたりした高校生とか、はい、中学生、はい、大学生、はい、大学卒業した OB、はい、で父兄、父兄も来てほしいですね。ご父兄熱いです ね、 ねえ、ちょっとぜひちょっと声かけてほしいです ね、 そうですね。これはねたまたまスタッフは育英が多いですけど、はい、鍵校のゲストもいますし、はい、ぜひ科学技術の父兄ですけれども、はい、バスケットオークラジオ聞いてますと、はい、健信くんいつも話してくれてありがとうみたいなね、一言いただけたら、はい、僕らもっと過激を喋りますけどね。そうですね。そうなんです。ぜひぜひね、ちょっとあの会場で見かけたら、はい、声かけてほしいなって思うんですよね。そう、声かけてくれた子は漏れなく収録してアップしちゃいます。よろしくお願いしますね。はい。はい。はい、ここからのお話は収録の関係上、少し、時間が前後しております。もう過ぎてしまった情報ではありますが、せっかく収録したので、ぜひ、皆さん聞いてください。よろしくお願いします。この前なんですけどね、僕ね5月の24日金曜日19時からね、はい、スポルテリアでストークフレンズは2000円、だからね、やっぱストークレンズ入っててよかったんですよ。そうですね。で一般3000円、ワンドリンクと食事付き、はい、めちゃくちゃに安いでしょこれ。はい、安いです。2000円のワンドリンク食事付きで、あのねビギナーズナイトみたいな、フープナイト、はい、でビギナーズバスケを100倍楽しく見る方法っていうのをね、イベントがあったんですよ。アスリートグリーン、まあ、兵庫ストークスのバックボーンがやってるイベントだったんですけど、そこに参加してきまして、ちょっとね僕これからバスケ100倍楽しく見れるんじゃねえかな。去年のね、ゲームを見ながらちゃんとプレゼンテーション形式でね、映像を見ながらどうしてこういう時に笛が鳴ったのかっていうのをね、大阪体育大学のヘッドコーチされてる比嘉さん、はい、
が説明してくれるっていうね、すごい高級な、もうバスケファンにはたまらないイベントでしたね。イベントでパーソナリティでやってくれたんですけどね、はい、それが面白くてね、すごい良かったんですよ。で、今度はこれ聞いてくれてる人はちょっと、どうかな、収録アップロード間に合うのかどうかは分かんないですけど、兵庫ストークスの新体制が発表されまして、はい、でその時に、まあ、ヘッドコーチも決まったわけです、うん、はい、でそのヘッドコーチちょっとここではお楽しみで名前を伏せますけど言っていいかな、はい、もう新聞でも発表してもいいですかね、発表されてたんで吉川コーチが緊急来日することになったので、はい、NBL の中で挑戦するストークスを見るっていうことでね、はい、迎えられたわけですけど、うん、その方が三宮のまたスポーツバースポルテリア、よく出てきますね、スポルテリア、スポルテリアすごいですね、はい、この前なんか川澄選手来てたんですよ、みたいです ね、ね、サッカーの観戦かな、そうなんですよ、サッカーの観戦でね、川澄選手来る、まあそういう、まあ、神戸では一番のスポーツバー、はい、スポルテリアで、吉川コーチを招きして、新ヘッドコーチにいろいろを聞いていきたいなって、はい、まあバストラとしていろいろお話聞きたいなと思ってるんですけど、兵庫ストークスとしては新ヘッドコーチを招いて、まあ、今後の方針だとか、まあ抱負なんかを直接話していただけるということで、はい、5月29日水曜日19時から21時半、はい、イベントの名前はフープナイトミートユアウアコーチ、ユアじゃないね、ごめん、フープナイトミートアウアコーチ、場所はスポルテリアで、費用は一般3000円、はい、でストークフレンズに入会していただいてか、はい、くれてる方は2000円で入っていただけます、はい、内容は食事プラスドリンク、ドリンクはワンドリンクです、はいはい、食事はフリー食事です、うん、みんなことになってるので、ぜひ参加できる方はね聞いていただいて、でこの時にバストラもちょっと一緒に収録させていただくような許可を取ってますんで、はい、吉川コーチにちょっといろいろ話を聞いて発表したいと思いますんで、まだ皆さんこれ期待して聞いていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。今日はこれぐらいかな、愛ちゃん。そうですね、ともさん、はい、いいですか、はい、じゃあ愛ちゃん、またいつもの愛たそファンのために締めてもらっていいですか。はい、今日はともさん、はい、で続きお送りしました。 See you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye.